どうも、マサダイです。今日はですね、妖怪メダルの4章、1箱、アマゾンで買いました。妖怪メダル4章、ブルブルトラブル妖怪大集合。というわけで3章を抜かして4章を買ってきました。3章はですね、ちょっと高いんですね。これは僕の予想なんですけど、3章はもう売ってないんだと思います。なので、その分ちょっと価値がついちゃって、高くなってるんじゃないかなと僕は思います。なので普通の値段で売っている4章を買いました。それではちょっと開けたいと思います。箱買いってね、この開ける時が一番楽しみなんですね。どうせー最高だよ、この分厚さ最高です。なんか札束持ってる気分です。これがお金だったらなー。全部開けて紹介すると、ちょっと尺が長くなってしまうので、今回1パックだけ開けてちょっと中身見たいと思います。僕が狙っているのは影オロチです。妖怪メダルオープンでウェッスバイノーマル。まあ仕方ないね。後日このパック全部開けて、ファイルに入った状態でサクッと紹介します。ぜひチェックしてみてください。果たして影オロチは手に入るのか入らないのか、乞うご期待。皆さんもぜひですね、妖怪メダル買うときはアマゾンなどの通販サイトを使って購入しましょう。それじゃあまた会いましょう。バイバーイ。